はい、山形県酒田市のバイク屋鈴木モータースです。先ほどのですね、動画でご紹介いたしました昨日仕入れしたてばっかりほやほやでですね、鈴木の結構かなりレアなアパレルグッズがですね入荷いたしました。僕も今日早速着ております。いつも僕こういう鈴木の青い系の服を着てるんですけども、なんか違い分かりました。今日はちょっとフードはついてなくて、あのダウンっぽい感じのやつですね。昨日仕入れたやつは僕がこちらと早速1点買ったので、早速着ております。はい、そんな感じでですね、こういう鈴木のアパレルグッズが、かなり大量に入荷いたしました。はい、簡単に言うとですね、僕がいつも着てるようなやつっていうか感じです。はい、で、まずはですね、一つ一つ紹介していきたいなと思いますけども、これめっちゃレアですよ。MotoGP の日本グランプリ in 茂木サーキット、ツインリンク茂木で行われた時の限定のフリースジャケットなんですよ。だからこれジャパンって感じ、グランドピックスオフジャパン GP のことですね。刺繍がかっこいい。こういうアパレルってヤフオクとかにもですね、大量に偽物が出回っているんですけども、本物と本物の公認レプリカと偽物ってあるんですけども、偽物はですね非常に安くて、でかつこういうのって全部アイロンとか刺繍じゃないんですね、貼り付けとかなんですよ。でこういう本物っていうのがあれですよ、元 GP のメカニックとか着てるやつですよ。本物の公認レプリカ、RS 大佐に出してるやつか、鈴木純正出してるやつか、それから本物の公認レプリカってなるんですけども、こういうのはですね、ちゃんと刺繍でなってるんですよ、刺繍で。で、これがその日本グランプリでしか買えない限定品で、これが L ですね。で今までのデザインとはちょっと違って、あれですよ、僕が毎年こういう服着てるので毎年の違いが分かるんですよ。微妙な違いを全部分かるんですよ僕。まず袖がですね、こういう風に黄色と白のラインが入っていて、つぼ丸ようになってますね、先っちょがリブですねっていうやつですね。で背中にこの S のスーパーマンの S が入ってますね。これも刺繍ですね。はい、あとこの下の方もですね、白いと黄色ラインが入っていて、かなりですねあったかいのかなと。でこのチャックのですね、タグのとタグ、この引っ張るところもですね、ファスナーの付けね、ゴムのこういう S って細かいですね、こういうところがさおしゃれなんですよ。でファスナーにもラインが入っていると。でここにもですね、ちっちゃく S があると、胸ポケットにも、うんうん、これが L です。お値段1万5000円に消費税になっております。基本的にこういうのはこのくらいします。ちなみに僕今日これ仕入れた中に入ってたですね、ダウンジャケット、これかっこよくないですか。うん、かなりあったかいですよこれ、分厚くて、これ1万8000円です。そのぐらいするんですよやっぱり、こういう公認の偽物じゃない本物公認レプリカっていうのが、僕は一体もうこういう鈴木系の青い服にいくらかけてるんだっていう。値段的にはもう結構なブランド物のシフト感じなんですよね。で僕あれですからね、プライベートでもこれ着てますからね、こういう系の。もう毎日青いんで。で、今のですね、日本の限定のこれは M、 お値段変わらず1万5000円ですね、 M と、でもう一個が M が2個と L が1個ですね。でこれ違いが分かりますか。これ違うんです、全然違うんですよこれ。なんでかっていうと、腕にスポンサーロゴが入ってるんですよ、刺繍で。鈴木アクラポモチュールエクスターミシュランという GP のですね、鈴木のチームエクスターのスポンサーが刺繍で入っていると。あとは、ここにチーム鈴木のですねロゴが刺繍で入っております。ここが違うんですよ、それ以外は全部一緒ですけども、ここが違うんですよ。なので2はこれとこれを2着持っています。この違いの分かる男にですね、ぜひなっていただければと。これが、XS ですね、 XS
XS っていうと、でもこれ海外サイズとかだってちょうどいいのかな、俺でこんな感じです。僕身長182センチで体重75キロの、まあ、細身の体型っていうんですかね、なんですけども、XS でこんな感じ。 XS ってちょうどいいの、着るとちょっと小さいかなっていう感じですね。多分 M って感じなんですかね、日本でいう。え、じゃあこの辺は日本の L と同じ？ L は XL ぐらいあると思います。結構大きい L だと XL って感じですね、うん、じゃあ M が僕だとちょうどいいのかな。 M だと X、 M だと L くらい。そうですね、スタッフの紺のが M サイズでちょうどよかった。 M がじゃあ普通の日本の L くらいってことですね、うん、1個上。そうですね、はい。あとはこれですよ、モトクロスの方も入っていきましょう。ウィンドブレーカー、これシャカシャカウィンドブレーカーですよ。シャカシャカウィンドブレーカーで、チーム鈴木ワールドモトクロス GP、まあ、今年からですね、鈴木世界選手権モトクロスの方撤退しましたけども、 RMZ かっこいいじゃないですか。でこれフードが収納になってます、うん、かっこいい。もう鈴木ノーフって言ったら黄色ですよね、このカラーリング。であとはこれもよくないですか、クラシックな鈴木の T シャツ、マニアにはたまんないですね、これも。ああそうそう、このウィンドブレーカーが13,800円、全部税抜きです。でこの T シャツが6,000円で、これが S サイズ、 S サイズなので多分俺にはちっちゃいかな。T シャツだとちょうどいい。でも、うん、T シャツならちょうどいい。これもじゃあ S って言いながらも実際は日本の M くらいってことですね。そうですね、はい。あとはこれは串谷さんのですね、吉村クラリティジャケットって言って、吉村さんのメカニックが全日本の時に実際に聞いたやつと一緒のタイプではないのかな。あれそうでしたっけ。あ、それは違います。違うのか。これはライディングジャケットか、クッシャリハと吉野さんのライディングジャケットで、別売りオプションでパッドも背中と肩と肘と入れられると。これは今入ってない状態ですけども、でこれが、29,000円に消費税。フードも赤くて、でここに吉村って入ってるですね、ここにもクッシャリのロゴが入っていると。ポイントポイントでめっちゃかっこいい。でこれもクッシャリの、ライダース風ジャケット、ヘリテージツアージャケットですね、サイズ LL、 デニムのジャケットです。デニム生地ですね。36,000円に消費税。いい値段しますね、一流品ですからね。あ、でさっきの後ろのジャケットが L か、サイズが L ですね。でこれが、クッシャリのトレーナー、結構大きいのサイズ、かっこいいですね。クッシャリ元パフォーマンスって書いてますよ。うん、これがサイズ L です。 L、 私服でも着れそうですね、うん、でこれが、T シャツ、鈴木の T シャツ5,000円です。これはクッシャニーって書いてるのと、それが鈴木とこっちに S のマーク、はい。これがサイズが、これはメッシュ素材ですね。これメッシュ素材でフリーサイズか、フリーサイズ大きめですね、多分 L くらいだと思うんですけど。で、あとはこの帽子ですね、鈴木エクスターっていうこういう帽子があります。 GSXWR という横にも書いてますよ、かっこいい。オールメッシュですか。いや、メッシュと綿と、でここのマジックテープのチーム鈴木って入ってると、もう細部までかっこいいですね。これが1個5,000円と。デザインが2種類ですかね。マニアには分かるこの違い、これ多分 2days で被ってて違いが分かる周りの人はなかなかいない。まだ GSXWR で横が鈴木エクスター、鈴木エクスターって書いてて、後ろは同じチーム鈴木と。この2つはですね、2days で被ってて周りが違いが分かるかどうかっていうところですよね。
で、それが GSX の方がもう1個と2個と3個とエクスタの方がもう1個と、あとはクラシックまだありますね。はい、このチームクラシックスズキの、帽子です。これも5000円で帽子いっぱいありますね。なので、コーディネートとしてはチームクラシックの T シャツにこの帽子をかぶると最強じゃないですかこれはい、で、あとがこのリストバンドですね。スズキエクスターって書いてリストバンド、これがこうバイクでいうとマスターとかですね、巻きつけるのもかっこいいかなと。これ1000円です。あとは、このステッカーですね。このステッカーセット1080円、これは1000円に消費税で1080円ですね。これがあります。あとはですね、このリュックですよ。可愛くないですか。うん、このリュック、あれこれ値段は書いてないですね。あとで調べていきます。この値段はかっこいいですよね。で、最後に目玉商品ですよ。どうですか、タンクトップですよ最強じゃないですかこれ後ろこんな感じです。あのこれをですよ、裸にこれを着れる人を僕はもう本当に尊敬します。僕もですね、あの鈴木大好きで、この配色もすごいかっこよくて好きで、いつも着てますけども、タンクトップって今着なくないですか、なかなかこれ裸にタンクトップ着て僕こうやって店でいらっしゃいませとかって言ったらちょっとやばくないですかこれ夏場とかでちょっとかがむとこう乳首見えないとかするそれすごいっすよね、強烈じゃないですかこれはもう僕あれです、これフリースとかですね、ジャケットとかはこれは絶対気に入っていただいてどなたか買っていただければ売れるっていうふうに思って、もちろん仕入れをしてるんですけども、これに関してはですね、僕は一切売れるとは思っていません、はい、僕は大切に取っておきますので、いつかこう忘年会とかで着れる日が来るのかなと、夜飲みに行くときにですね、これを裸に着てこの帽子をですねこうかぶって、でこのリュックを背負ってですよこのリュックを背負って、でこのリストバンドをつけて、でこの上りを持ってですね、忘年会に出撃したいなと思っております。まあすごい目立って受けるか通報されるかどっちかと思うんですけども、非常にですね面白くないですか、これもうネタですよね。涼しそうですね、オールメッシュで、これをおしゃれに着こなせる人募集してますもうワイシャツの下とかに着てですね、透けて見えるのもいいと思うんですけど、まあそんな感じですね。あとはもう一個最後、この鈴木ブルーのですね、鈴木って書いてあるポンチョ、雨の日とかですね、軽くこう上に羽織ってポンチョになるようなカッパですね。これが2400円です。いやすごいいっぱい入ってきました。もう店内が青いアパレルでいっぱいです。であとはですね、実はこの他にも、ブルゾンジャケット2万5000円くらいするですね、ブルゾンジャケットかっこいいやつとか、フリースとかジャケット、ウィンドブレーカー等々も他にですね、モダンシーカーあったんですけども、はい、なかなかですね、こういうもの手に入らないので、うちのスタッフでですね、お取りさせていただきました。なので、これからはですね、スタッフが全員青くなる日も多くなると思います。もう早い者勝ちですよ。これしかないです。もう注文はできないです。なくなったからといってあれもう一個注文してくださいって言われても、もうこれは売ってないです。ないです。ないので、お早めにですね注文していただければ。前もですね、県外の方、そして地元の方もですね、お客さんも本当に多くご注文いただいてたので、今回もですね YouTube を見ていただいたっていう方はですね、テンパオフさせていただきますので、はい、ぜひですね、僕たちスタッフと一緒にこういう青い服を着てですね、
まあ、あのバイクに乗ってない時からも盛り上げていって、スズキの量を増やすっていうですね、活動をしていただければなというふうに思っております。前もお伝えしましたけれども、今からですね、放送後30分間はですね、弊社のオペレーターをですね電話にてご注文いただいたオペレーターをですね、今もうかなり増員してですね、スタンバイしておりますので、ただですね、今から30分以内本当に電話混み合いますので、電話番号をおかけ間違いのないようにですね、こちらのお電話番号に注文いただければなと思っております。オペレーター増員してまいりますので、ぜひですね、ご注文の方お待ちしております。それではジャパネットでした。はい、すいません、鈴木モータースでした。